なぜこうなった？ 大臣、かなり無茶するな。よし。弁当ある。それは刑務所行きとなったお前に同乗した裁判の傍聴人が持ってきた差し入れだ。ほう。エーテルを手に入れた。うるさいぞ、うるさいぞ。2日、 HP MP を回復。やばいやばいやばい、殺されちゃう。開けてくれ。うるさいと言ってんのが聞こえんのか、この野郎。黙らせてやる。おい、扉を開けろ。ぐわー。へっ、いつまでも騒いでるから痛い目に遭うんだ。貴様、脱走するつもりか。インナーガール。なぜ武器を取り上げなかった。いや、わからない。完全に殺したな。大丈夫かこれ。これワンチャン出れてもうアウトだろ。なんだろう。なんか半分しか開かないから。向こうに行けないな。うわ、これ、あ、普通に戦闘衛兵なんだこれ。にー、あ、なんか盾を受けてるときは、あー、なるほどね、盾ないときを狙うしかないのね。今だ。よし。大臣、あれ人間じゃなくない？正直思ってるけど。行こう。気絶している。ガチャ。おい、やった。エーテル、ミドルポーション、ミドルポーション、エーテル。あ、こう調べたらこう壁がボワーンってなんないですかね。お、わあ、なんかでっかいの来た。貴様が逃げ出した囚人か。もう結構話題になってる。ギア57。ミス。かまいたち0。天属性の攻撃1、弱っ。必殺の一撃。痛い。あ、溜めてたのか。
したのこれ。こりゃたまらん。逃げろー。あそこの半分しか開かないのは何なんだろう、マジ。ここ閉めたら、こっちが全開になる。なんかもう一個ぐらいな、この辺にスイッチがあるとか。なさげ。なんだ、立て付けが悪いのかな。どっちから行こうかな。こっち行こうかな、じゃあ。脱走者が挟まれた。いいのか、そんな近づいてきて。お前ら回転切りすっぞ。落ちる落ちる。よし、ひぃ、貴様そこへ何をしている。お前たち強いのか弱いのかよく分からんな。貴様そこで何をしている。結構すぐバレるな。60くらいあるなこれ多分。55じゃ足りないよ。116オーバーキル。なんか殺されそうな人がいる。助けて。はい。大丈夫？ありがとう、助かったよ。僕なら、あ、フリッツ。僕の父さんはトールスの町でグッズマーケットを経営してるんだ。近くに来たら訪ねてきてよ。え、お前ちょっと待って、大丈夫？それは大丈夫？あの、一緒に行こうよ。絶対一人で行くの危ないよ、これ。うわぁ、なんか。あ、しかも生き返るんだ。そういうタイプ。ランサー。お、フリッツ大丈夫か、これ。武器を持たずに奴は。そういや、400年前に大臣が刑務所や裁判所を作らればなとか言ってたな、ブロンズアーマー。こっち行くとなんかあれだな、次に行っちゃいそうだから先に行ってない方を。バーン。やっぱりここは半分しか開かない。なんだこれ。どういうことだ。起きて。うわ。起きるんだ。さっきそういう演出なかったけど。
なんだろうね、ここ。どうやって開けるんだろうね。いやーでも、あのスケルトンがさ、その、元からスケルトンとしてさ、こう、なんだ、ちょっと、あの、スケルトンとしてさ、あの、牢屋に入れられて、なんか魔物として入れられてたのか、あの、スケルトンになるまで入れられてたのかで、だいぶ話変わってくるよな。行こう。気絶している。ミドルポーション。気絶させるとポーションもらえるんだ。覚えとこう。スルーできちゃう。ガチャ。ベーン。シェルターバーン。あ、お、気絶するまで入れられてた説結構濃厚になってるな。気絶じゃねえや、骨になるまで。飯も与えんでひたすら入れてるんかな。怖すぎんか。今度こっち行ってみる？ガチャ。あ、両方開いてる。え、ジャンプとかあったっけ？あれ？あ、超怖いことしてる。勇気あるなぁ。シェルター。すっ、これでここに来れるのか。わーい、めっちゃ金くれんじゃん。やったー。白銀券、買わなくてよかったー。4000円で買ってたら、ここで大損こいてたな。ボタンをさ、あの、罰決定でやっちゃうからさ、すげー間違えるんだよね。よいしょ。ここも出れない。あんまり、あれなのかな？なんか、ちゃんと使われてる刑務所ではないのかな？その、ちゃんと使われてる刑務所だったらさ、こんなに壁に穴開いたりとかしないと思うんだ。それになんか、ああ、でもなんかあれなのかな。罪人とかに対して、こう、人権とかそんなない国なのかな。基本的な、恐ろしい。ただいま。脱走者だ。あいつも脱走者だろ。あいつは捕まえないのか。名前忘れちゃったけど。ヒヒエ、お助け。所長弱。どうした？クロナ助けに来たよ。ルッカ天才やな、やっぱ。
って言っても時期逃げ出すのでなんかつまんないな。さあこんなところはさっさとさらばしましょう。秘密の書類が落ちてる。はい、読んでいます。ガルディア王国経営者社長殿へ、ドラゴン戦車の設計図。ドラゴン戦車の頭には本体が受けたダメージを回復させる機能がついています。この頭には天火属性の技を防ぐシールドが装備されていますので、剣やピストルによる攻撃でしかダメージを当たることができません。つまり剣などの攻撃で頭を壊さない限りドラゴン戦車が倒されることはないと考えてよいでしょう。ガルディア王国開発部より技術している。やった、いただいた。なんと5個も見つけた。めっちゃくれた。お、200も回復するんじゃん。めっちゃオーバーだけど大丈夫？王国裁判。ドラゴンはとりあえず頭とかピストルでぶっ壊さんとダメなさ、ダメそうな感じはするけどな。話を聞く限りじゃ。わあ。シュー。何の音かしら。わからん。ああ、弱そう。行けドラゴン戦車、テロリストどもを叩きのめせ。ドラゴン戦車回復機能が本体に受けたダメージを、頭が全体を修理。とにかく頭を攻撃しなければ。まずはよく回復するな。あれ一回一回さ、うわー引かれた。結構痛えな。連携火炎車輪だ。ててててて、ゼロ火に、あ、そうか、火に対する耐性があるって言ってたな。とにかく頭をまず壊さないところには。わー、ルッカールッカ全然効かない。車輪がエネルギーを貯めている。ちょっとこれ車輪を一回攻撃した方が、本体じゃんこれ。頭が全体を修理。一回ここを攻撃した方が良さそう。止まんない？止まったかな。いや止まってねえな。うわー、これ痛えんだよな。ルッカーにまたあれならポーション使ってもらわないと。いてててて、ういやばい、ルッカーがまずい。危ねえ。ういっ、体当たりエネルギーを貯めている。どれくらい攻撃したら止まるんだろう。あれとりあえず頭壊す。あ、やったやったやった。頭壊れた。これで回復はしなくなった。あ、じゃあやった。よし。とにかく車輪を攻撃だ。止まるか。あ、オッケーオッケーオッケー。止まった止まった。で、うお
レーザーとか持ってるのか。アイテム。ポーション、ポーション。やべ、黒のめっちゃ狙われてる。死ぬ死ぬ。危ねえ。痛い痛い痛い。行動早くね。ドラゴン戦車が修理するんだ。無理があるだろ。そうはならんやろ。貴様ら覚えておれよ。うれ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 。シェルター、どこだ。王女の方の階段かこれ。ええへおるな。ちょっと回復しよっか。下へ行くとどうなるんだろう、これ。どっちが正解だろう。あー、なるほど。だそうだ。ここはまずいわよ。バカ引っかかってたけど。だそうだ。強行突破しかないわね。だそうだ。おやめなさい、マルディア様。その方は私がお世話になったのよ。客人としてもてなしなさい。しかし私の言うことは聞けないの。イエメスともありません。そこまでじゃ。えい、図が高い。ガルディア王33世様のおなり。王様だ。シュエ、いい加減にしろ、マルディア。お前は一人の個人である前に一国の王女なのだぞ。違うもん、王女である前に一人の女の子なの。上官など出るから悪い影響を受けよって。影響じゃない、私は決めたことだもん。マルディア、こんなとこ思いたくない。私、城でするわ。家出みたいな。マルディア様、行こう、クロノ。何をしてる。おえい。マルディア、いたぞ、逃すな。数が多いな。もう逃げられんぞ。おとなしくしろ。空き地に行くしかないよ。あ、広まり？ゲートが。行こう。行こうってどの時代に出るか分からないのよ。今度は帰ってこれるかどうかも。それでもいい、私のためにクラウンが使っちゃうこの時代よりは。マルディア様、えい、もうどうとでもないだわ。行
こ送るの？行くしかねえな。顔消えた。